皆様、おばんです。この企画はその土地の特徴をつかみ、0円内から街行く人々と物々交換をし、1億円の価値のあるものまで交換し、地元である岩手県へ寄付をする企画です。第7回わらしべ長者の舞台はここ新宿です。はい、ではまた次の方に声かけたいと思います。今お時間大丈夫ですか？YouTuber なんだ。登録者数はめっちゃ有名。え、そうなの？東京と比べちゃうね。新企画なんですけども、もし今お兄さんたちの持っているもので、これ大体何で交換？3万円ぐらいだったら難しいんですけど。3万大体それと同じぐらいで。何も財布しか。おっとありました、ありました。地味中のこれなんか、これは思い出の品だから。これ地味中のキーケース。だけどこれ言うてマジ3万ぐらいです。はい、スプリンこれ1万2000円ぐらいだ。あ、クロムハーツまずいっすよ。ちょっと俺したこれ6、7万えらに、イーマノドアメとかでいいの？価値が下がっちゃダメですよね。はい、わかりました。ありがとうございます。申し訳ない。はい、はい、また話しかけていきたいと思います。シリ君やべえ、あ、やべえ、来た。やべえ、脱ぐしかねえよ。これ大丈夫です。これいいじゃん。何ですか？青木くらい来た。チョン、ペリー、石油音です。最近流行ってる。カレーうどんか何かこぼした。あ、これチキンクリスプ。なんかじゃあコンビニの3万円分とかじゃダメっすか？コンビニの3万円分って結構難しい。これこうやって交換ダメっすか？それは次の方がちょっとこう大変になっちゃうので。わかりました。はい、またじゃあぜひ機会があれば。ありがとうございました、ご協力。頑張ってください。お疲れ様ですよ。吉成さん、バイバイ。企画だけ。いや、あっち。楽しみに。はい、今回、デビットの研究室書いていただいたんですけど、今6回目で今3万円ぐらいの価値になってるんですけど、お兄さんの今持ってるものが。あ、おしろじゃない？ジブチョボーダー、ボーダーね。ジブチョ大島、今な、わらしべ長者が、はい、これをね、まずね、これキーリング、はい、これを高いものに変えてって、最終的に1億円を目指すと。はい、俺ら出れないだろ、YouTube に。そうなんですね。そうなんですよ。これ撮ってるの？はい、待ちます。あれやばいの？あ、来た、ごめん。わらしべ長者、東京ときめきチャーン。いい、これいい、これいく。いや、これ YouTube でなんてやつに出るの？やばいな。楽しみ長者。あ、カット。これ20万円くらいの価値。いや、ちょっと取るな。出しちゃいます。出ますか。はい、これ全部出してベルベッティ。ベルベッティ、マジっすか？何ですか？お祭り男。いやこれっすか？いやこれは高い。やばい、本当に高い。2つ目だ。一気に倍だね。マジっすか？あ、じゃあもう YouTuber。 本当にいいですか？テキサスって言えばいい。交換写真、テキサス、はい、テキサス。たくみ、はい、そしたら、こちらに交換させていただきました。ありがとうございます、本当に。頑張って。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちら名刺絵に変わりました。価値は7、8万ぐらいっていうふうにおっしゃってたので、はい、かなり価値が上がったと思います。それではまた早速声をかけていきたいと思います。はい、新宿のゴールデン街に来ました。新宿のゴールデン街は昔文化人たちがよく集まって、ここで、安竹を交わしたところで有名な場所です。それでは行ってみたいと思います。
ってみますか。整えた。そういうあの YouTube の企画で、あの街行く人と物々交換を繰り返してきて、何か価値はあるけど全然使ってないなっていうものとかあればどうもないですよね。ないなそれ。ですよね。わかりました。ありがとうございます。頑張って。今話した。今 YouTube の企画で名刺に変わったんですけども、使わないけど買ってあるものとかあればずっと、なんかあったら書いてあげたけど何もないよ。人間でよかった。あ、じゃあ現在彼に送っていただいて、これから何億円とかになってるんですか。原石だから、あの住む場所と飯をいただければ。頑張って。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。第7回わらしべ長者は腕時計からこちらの名刺入れに変わりました。まさか新宿で2回も交換できるとは思っていませんでした。次回新橋で交換してくれる人を探していきたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございます。